こんにちは、1644です。今回はドラゴンクエストタクトのカンダタロード7をやっていきたいかなと思います。多分ね、強くなりすぎてしまった。総戦闘力14187でございます。それでは、行ってみましょうか。カンダタフル覚醒レベル109と、あと、一番右の、踊るおじいさん。ガチャで手に入ったのでレベル上げ完了と行きましょうか。ちょっとと倒していきますよ。そういうことね。ごめん、意味が分かってなかった。天才か。ふざけんな。マジで言最優男が一番活躍するのは思ってもみなかった。こいつ普通に攻撃してぶっ飛ばすわ。
どうもありがとうございました。なかなかの泥仕合です。カンタタだけでよかったやん。120からクリア。明らか、ちょっと待って、明らかにさ、120以下でクリアできるんじゃねこれ。じゃもう一回やっていいですか。投げ。多分勝てると思うんですけど、どう思いますか皆さん。多分勝てると思うんだけど、多分簡単だけで勝てると思うんだけど、どうなんでしょう。クラウンあれ、一気打ちになった問題はさ、 MP が足りなくなってどうするっていうのをちょっと考えた。ただですね、勝ったでしょ。どうもありがとうございました。カンタダ一強ちょうどマックスだった。
ということで、今回は、ドラゴンクエストタクトの、バトルロードのカンダタロード7でした。通信長。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。